こんにちは、カズです。こんにちは、カズです。越境 3.0 カズさん、おかえりなさい。あ、ただいまです。ドバイから帰ってまいりました。ね、楽しそうでしたね。いや、もう本当に動画見てくれて、楽一楽座、楽一楽座、フリーゾーン、ね、はい、40人の仲間と一緒にすっごい楽しそうだった。いや、もうね、僕はその間国会の腐った空気をずっとその腐った空気のお話を今日したいと思うんですよ。了解です。いいですか。はい、どうぞ。はい、皆さんもご存知の元総務大臣、衆議院議員の原口一博さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、今もう裏金問題がものすごいことになってますけど、ね、すっごい。あれ、あれ、僕の解釈だとパーケンのキックバックがなんか収支報告書に記載されていなくて、うん、でその収入が要は申告されていないから税金も払っていないという、そういう脱税ですね。脱税ですよね。国民には増税、自分たちは脱税ってということですよね。許せるかって。これだってインボイス制度とか始まって、でインフレも今すごいし、すごい、でさらに重税重税で国民がヒー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 言ってる中で自分ら裏金ちょまかして、しかもそれを申告もしていなくて、申告もしてなくて税金も払ってないってことでしょ。何に使ったかも言わない。これ許されることなんでしょ。お答えは差し控えさせていただきます。国会議員であることを差し控えろ。本当ですよねこれ全国民が怒るべき問題だなって僕は思ってて、いや、みんな怒ってますし、それでこんな長い間なんかこれで検察が自分たちを逮捕したらクーデターだとかまで言ってるでしょ。クーデターじゃないでしょ。だってお前らがクーデターだろ。いや、本当ですよ。だって一般の民間人だったらそんなことだったらもう国税が入ってきて、そうで、場合によっちゃもうこれですよ。いや、もう逮捕ですよ。で、あれでしょ、彼ら国会議員は、うん、なんか訂正とかでなんか済ませようとしてるけど、訂正じゃなくてあれはもう書いてないんだから、もうダメですよ。ダメですよね。記載漏れじゃないんだから脱税なんだから。それだって民間だったらさ、うん、あの、まあ、修正申告とか、あるいはもう場合によっちゃほんと脱税で、いや、脱税で重加算税とか加算されて、あれ許していいんだったら賄賂性の金もらってても分かんないわけよ。でしかも何十年ってやってるわけでしょ。でしょ、うん、で今に始まったことじゃなくてこれがもう何十年間やってきたんだっていう。しかも人によっちゃ何千万とか、そう、億を超えてる人もいるっていうんだから、ね、でしかもそれが組織ぐるみですよ。そう、自民党のいろんな派閥の組織ぐるみ。あの、カズさん、芥川龍之介の蜘蛛の糸みたく、下見たら亡者がいっぱいいたからって言うんで、うん、なんか自分が逮捕されたくないからって言ってペラペラ喋ってたり、うん、ね、記者に向かってバカかって言ってみたり。いや、本当だからもう政治と金の問題ってよく言いますけど、うん、マスコミとかも ね、ここまでひどかったんだっていうのが。いや、超えてるですね。しかもなんかな、罪の意識があんまりないんですよね。ないんだ。うん、ない。だってお答え差し控えさせていただきますって、もう平気で答弁拒否するわけでしょ。それから、うん、あの闇金プラスの空金、うん、何千人ってパン系売ってて、うん、そして実際は100人、あ、10人とかね、うん、そんなのまで出てきてるでしょ、うん、こんなのもう濡れてにゃわ。僕ね、ずっとおかしいなと思って、あの、僕らって国会議員って所得、うん、もう全部あの申告して書かなきゃいけないんですよ、うん、収支報告書とは別に資産報告書、うん、でどう見たって俺っちの方が彼らで上なのに、俺らはタクシーで動いてるじゃないですか、うん、あの人たち黒、まあ、タクシーだっていいですよ、もうで、うん、電車に乗るとほら痴漢のなんのって言われるからやってんだけど、うん、あの人たち黒塗りの運転手付きでいますもんね。うーん、その金どっから来てんだよって思ってな。なんかあのカズさんがね、うん、前々から今の政府は、うん、金だけ、今だけ自分だけ、まさにそれじゃないですか。そう、だから国民見てないんですよ。例えばね、今あのドバイからお帰りになって、その原油高だよなんだってみんな苦しんでるわけじゃないですか、うん、油が高くて。で、あれトリガーをあの凍結解除すれば、トリガー税制を、トリガー条項をね、ね、条項をか、うん、凍結解除すればガソリン代下がるわけです。そう、ガソリン代下がって 1.5 兆円で済むやつをわざわざ 1.8 兆円かけて業界団体に流してるわけじゃないですか。うん、でなんでかっつったら、国民に直接やったら中抜きできないから、パーケンになんないから。いやー、ひどい話だな。だからね、国民見てなくて業界見てる。全く国民を見てないですね。見てない。でなんか岸田さんもね、なんかよく国会とかでなんか成長と分配とか言ってるけど、うん、もう嘘ですよ、嘘。増税と脱税の言い違いじゃないの。分配なんかする気にさらさらないし、ない、
成長するのと逆噴射しちゃってるし、逆噴射してる、だって、ね、衰退ですよ。ドバイから帰ってこられたから楽一楽座でしょ。いや本当だからね、僕ドバイに行ってあの活気を感じてきましたよ、うん、これやっぱ先日ドバイ万博をやったんです ね、で万博やってからもうさらにやっぱり活気づいてるんですよ、ね、であとウクライナ戦争があってやはりそのロシアとかの資産家なんかもね、うん、オリガルヒもね、そう逃げてきてる、そうドバイにたくさん逃げてきて、ドバイの不動産買って、うん、ドバイに船持ってでドバイで生活してるっていう人いっぱいいるから、ね、だから今回船乗ったそのドバイマリーナっていうところは昔砂漠だったんだけど、 そこに建ったマンションがね一時期はもう真っ暗闇でゴーストタウンみたいだったんですよ。投資用マンションで買われて、で実際投資用として買ってるから本人はそこに住んでないみたいな、うん、だから真っ暗闇だったんだけど、今ね ものすごい光がこうこうと、もう高層ビルの光がもうね、もう住んでるんですよ。あの 800m 超えるあのブルジュカリファ、ね、ブルジュカリファ、うん、あれなんかもね今もう順番待ちがすごい大行列で、ね、展望台、展望台行くのに1万円そうですよ、展望台のエレベーター登って降りてくるだけで1万円っていう、ね、で待ち時間が2時間とか、今回2時間待ちました、うん、予約してるのに、予約しててで半年先まで予約、そうもうね、あの時間帯によってね、やっぱり夕日が沈む時間とか、あ夜とか、綺麗だもんな、すごい綺麗なんですよ。そのすごい綺麗な時間は予約が取れないの、もう人気で。あとはいえエレベーターに乗って降りてくるだけで 1万円ですよ。1万円。でもそのエレベーター1万円が大行列で、先々まで予約いっぱいで、でもそこはもう何もう十数年前は何もない、1円の価値も生まない砂漠だったんですよ。確かに僕はあのなんか 船型のホテルに昔泊まったことが、うん、バージャーアラブね、7つ星ホテルとい う、うん、星が7つって何それって、そうそうそう、5つ星っていうのが普通はホテルの評価最高峰なんだけど、ドバイ政府がもう5つじゃ星足んないからと、あと2つくっつけて7つ星ホテルですってドバイ政府観光局が勝手に言ってんだけどね。一番安いところに泊まったのに後で数十万かかるでしょ、26万だと30万ぐらいねしますよね、一番安い部屋で、そう一番安いとこで、うん、しまった、部屋なんか食べられないのになんであんなとこ泊まったんだと思ったけど、でもすごいすごいですね。まあでもその今バージュアルアラブに匹敵するぐらいのねホテルもいっぱいできてますから。いやだって元は何もない砂漠のところで、何もない砂漠です、漁師町だったでしょ。そうです、貧しい漁師町で、うん、まあ彼らの仕事魚取るか真珠取るか、そうあとダウ船って木造船組み立てるか、あともうラクダのあの遊牧民ですよ ねでそれぐらいしか産業なかった貧しいドバイが、あのまあねカズさんもよく話してるフリーゾーン、楽一楽座と、楽一楽座ともう一個政府系ファンド、そうこの2つの組み合わせで一気に成長してきて、でそれが今周辺の産油国の脱石油のロールモデルになってるんですよ。そうモデルですよね。だからサウジもクウェートもカタールもバーレンも、うんうん、みんな今ドバイの真似をして、うん、あの地域がもう今競争している、だからもう世界の中心になってるんですよ。なる、うん、だから日本帰ってきたらなんかあの時が止まって見えるんじゃない。いやもう止まって見えますよね、本当に止まって見える、もったいないな。でその上でこの今の裏金の問題ですよ、日本政府の。いやだからこうやってね関所作るから、要するに悪代官政治なんですよ。悪代官ですよ、いっぱいね補助金だなんだって。 それと昨日誰が言ってたから、あそうだそうだ、あの佐藤明さんがおっしゃってたんだ、要は反社のみかじめ料なんだって。うーんパーティー券、俺らになんかね補助金お願いするんだったらね いきなり来るってないでしょって、日頃からみかじめ料のパーティー券買っといてくださいよって。うーんでまたねなんかお願いするときにはまたもう一個パーティー券ですよと。だってあれってあの自民党の派閥が日銀みたいなもんじゃないですか、ね、いやそうですよね、紙吸ってそれが金になんだわ、金券でみたいなもんでしょ。だってパーティー券ってそれ渡したら2万円もらえるんだから。そうだから商店街とかで使われてる地域振興券、地域振興券、金券ですよね。そう金券で、しかも中抜きやりたい放題、中抜き無申告、そう、うん、でしかも派閥レベルで抜いてるところ、それから議員のところで抜いてるところ、秘書が抜いてるところって、うん、要するに抜き抜きの人たちなんだなと、うん、それを組織ぐるみでやってて、その人たちが日本のトップにいるわけですよ。でしかもねそれをね何十年って間にやめた方がいいっていう人がいなかった、うん、いないというね、もう全く犯罪の意識がないっていう、これねカズさんね崩壊しますよこの国は。いや崩壊するし、まあだけど彼らの退場のまあゴングだと思ったらいいんじゃないかなと思うんです。うん、俺ら腹立ってしょうがない、二十何年やってるっていうことはですよ、うん、要は
俺らは中抜きやろうとずっと戦ってたわけじゃないですか。しかもその金は選挙に使ってっかもかね。だって使い道言わないじゃないですか。言わない、ね、うん、票を金で買って団体に渡してたってそれ裏金だから分かんないですもんね。そうか、あーということは取りまとめの票を、票を買ってる可能性もある、うん、あるということだから言わんでしょ。なんで何に使ったかまず言わん。お答えを差し控えさせていただきます、うん、なんで書かなかったか言わん、うん、だからやましい金だから言わんでしょ。そうですね、やましくなかったら言いますよね。 言えますよね。言うし、それはちゃんとやって、その書かん理由がわからん。しかもそれなのに一人当たり何千万とか倍以上億、そうっていう巨額ですよ。巨額。だからあの昔こういうことあったんですよね。あの僕らがもう大嫌いな、そう、その自民、日本を売り渡すような総理大臣が誕生したことがあったんです。まあ大体そういうのが多いんだけど、うん、その時に俺その人と中国行ってたんですよ、うん、あの中国に派遣されて、うん、それで北京空港で帰りにね、うん、その人職質されて捕まったんですよ。うん、なんでかって言ったらここにねいっぱい金を持ってるんですよ。あ、現金？現金。それダメでしょ。ダメでしょ。だって持ち込みの現金の金額って、そうそう、決められてる、決められてるし、それで勝呂さん一緒に捕まってくる。なんで俺が民主党の、俺が自民党のあなたと一緒に捕まなきゃいけないんだと言ったら、うん、その何の金だっかって聞いたら、要するに総理総裁選の買収資金。買収資金。一緒にいっぱい他の国会議員も自民党のも行ってるから、うん、そこに金渡すつもりが、うん、あの渡す機会がなかったっつって。で持ったままだったんだ。はあ、もう何十年も前から、もう時効ですよ、うん、もう今から二十何年前、うん、もう本当に、なんで俺まで捕まらなきゃいけないんだ、俺は全く関係ないし、いや、それ本当に、ね、外為法違反、いや、そうですね、うん、外為法違反だし、なんだ、これ、もう脱税とかにもなるし、で、さっき言った場合によっちゃ、その金で票を買ってたかもしれない、そう、公職選挙法違反ですよね、そう、うん、そして、買収あるいは賄賂かも分かんないから、うん、贈収賄罪を構成するかも分かんない。いくつもの犯罪っていうのがこのミルフィーユのように折り重なってるじゃないですか。犯罪のミルフィーユ、犯罪のミルフィーユですよ、本当に。ふざけんなって。だからもう早う、でもなんかいろんな人がいろんなことを、本当のことを言い出してるじゃないですか、うんうん、だからもう早う楽になれと、うん、そうですよ、うん、早う楽になれと、うん、それともう二度と国会議員とかになるなと、なるな、差し控えろと、ここにバッチつけない。そうですね、うん、もう本当に国民の方を目を向けてほしい、そう、そういう人に国の上にトップに立ってもらいたい、だからもうこれ財務審理教のあれも全く同じ構図なんですよ、うん、で国民から税金をダーッと集めて、そして赤書を絞るんですよ。 そしたらそこ取んないといけないじゃないですか、うんうん、ね、これでパーティー券に変わるわけですよ。なるほどね。いやー、奥が深い問題なんでね、まだいろいろと思って叩けば出てきそうですけど、ね、新たな情報入ったらちょっとまたカズさんに徹底的に叩いてやる、お願いします。頑張ります。はい、国民のために動いてくれる政治家がトップに立つことを僕らも期待したいと思います。頑張りましょう。はい、よろしくお願いします、はい、本日は、元総務大臣衆議院議員の原口和弘さんにお話をお伺いしました、はい、カズさんありがとうございました。ありがとうございました。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日早い毎日夜8時にお届けしております、世界の情報を知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、 Here we go!